はい、皆さんどうも、こんにちは。こんにちは。コーロでーす。コーロ母でーす。初登場でーす。まあ、そんなことはないんですけど、母を前回ね、配信の方にも一応登場してもらったんですけども、まあ、今日ね、二人で動画を撮影していくわけなんですが、ちなみに動画を今日撮影してくれてるのは、シーでーす。はい、よろしくお願いします。で、今日は、かねてからちょっとお話ししていた母にね、ちょっとダンスを、まあ、覚えてもらう動画。はい、ということなんですけども、パッキパキのね、パッキパキのお店です。ただね、さすがに僕が普段動画で出していたりするダンスとかは多分そんな簡単にはね覚えられないと思うんですよ。し、ちょっと皆さんにお見せできるクオリティになるかどうかかなり怪しいので、今日はちょっとタットというね、ちょっと限定的な技術を使った、まあダンスというか動きをちょっと母にまずは覚えてもらうというかね、まあ、今現在どんぐらいできるのかっていうのをちょっと、はい、皆さんに見てもらいたいと思います。簡単なのでね、ぜひ皆さんもちょっと一緒にやってみてください。で、ちなみに、タットっていうのが、どんな動きなのかっていうと、まあ、こういうね、こういうね、手でね、僕ちょっと動画でたまにやったりするんですけど、こういう手で形作ってみたいな。はい。動きですね。はい。ということで、じゃあ、まずは、手を、両手をこう、合わせて、なんですか、お祈りのポーズというか、はい、すみませんですか。はい、そのまま、はい、バカーって、はい、開いてください。さあ、はい。あ、でも、歯が結構綺麗ですけどね、ちょっと見てください。僕のは、綺麗って、パパ。ピーンとね、180度っていうんですか、こう、まっすぐ、開いてる。まあ、僕の反るぐらい、今でいけるんですけど、ちょっと母はですね、ちょっとこう、なんですか、こう、苦しいです。こうね、ちょっとね、まだこう、まっすぐじゃないですね。はい、これがやっぱね、まっすぐである必要が結構あるんですよ。形、綺麗に見せたいので、ぜひ皆さんもちょっとやってみてください。もう結構ね、ここがね、すごい痛くなるんですよ。ここがね、痛い、痛いですか？痛いです。ああ。はい、ということで、これが痛くなるんですけど、ちょっとね、皆さん本当に、やってみたら、わかる。これをね、まずはこう、柔軟な、こう、一生懸命こうね、手首を柔らかくして、はい、ちょっとね、なんかいろいろこう、空いてる時間にちょっと、これがまず、まっすぐできるだけ、はい、できる。頑張ります。しておいてもらおうかなと思います。はい、ということで、まあ、今の、動きをある程度できたら、今度は、まあ、今回ね、母にまあやってもらう動き、多分、ボックスタットっていう、なんか手で言えば箱みたいな形を作る、タットをやってもらうことがおそらく多くなると思うので、まあ、ちょっとそれの基礎的な練習というか動きなんですけど、まずは、まあ、さっきね、こうやってやった開いたこの手の形があると思います。で、右手をそのままこう体の中心に、はい、持ってきてください。で、こうね、今外行って手を内側に、はい、するとここに四角い箱みたいなものがあるって形に、うん、なるんですね。ちょっとちょっとこの辺がこうね、こうなんですけど、はい、バッキバキですね。はい。次は右手をこう奥に、はい、こっち側にで、左のこの手首をひっくり返してください。そう、するとここにまた四角ができました。いいですね。ですね、皆さんもやってくださいね。はい。そしたら今度は右手を上に持ってきて、で、手首をこう下に落としてください。するとここに箱が、四角い箱が、はいはい、できてます。で、次、右手をこう、こっち側に持ってきて、左手をこう下げると、そしたらここら辺に、ね、箱ができる。で、右手をまたこう下に下ろしていって、手首は、はい、こっちに戻してください。うん、で、また一番最初の形に戻ってきたよと、いうことになります。はい。もうちょっと素早くスムーズにいくと、こう。もうちょっと早く早くいくと、こう。こうです。こうです。はい、進めません、先生。はい、ということでね、まあ、現状母は今こんな感じ。まあ今さっきね、ちょっとだけこう
言ったんですけど、まあやっぱ今こんな感じなのでね、まあ今の現状がこの状態ということで、まあね、一生懸命練習してくれるとバッキバキですいうことなので、今日はちょっとなんかバキバキですしか言えなくなっちゃってるみたいなんですけども、はい、あと今後のね、動画でのこの母の、成長に期待してもらえればなと思います。ぜひ見てくださってる皆さんも、一緒にちょっとね、この動画でやってる練習とか動きちょっと一緒に、やってみてください。ということで、今回の動画はここまでにしましょう。以上、コウロとコウロ母でした。またねー、バイバーイ。